はいどうもこんにちは、フィギュア大好きといっかんです。今回は SAO のネグリジェシリーズ第3弾、それがこの渋谷スクランブルフィギュアから発売されましたソードアートオンラインのシノンネグリジェバージョンなんですけれども、はい、あのアスナリーファと続いてレビューしてきたんですけれども、どちらもね素晴らしいクオリティでございましたので、今回のシノンにもすごく期待をしております。まだねそちらのアスナリーファの開封レビューを見ていない方はぜひですねそちらの方もご覧になってみてください。本当にねどちらもすごくね可愛いフィギュアになっていますから。でこのシノもですねスケールは4分の1とビッグサイズになっておりまして、高さが約195mm で幅が 153mm、 そして奥行きが 137mm となっております。あのアスナとかリーファに比べると幅と奥行きが若干ね少なくなっている感じであります。で販売価格が税込みの 25,300円となっております。あの前にも言いましたけれども、4分の1スケールとしては意外とねそんなにお高くないような気がします。ではね開けていきましょう。はい、でこれがブリスターの状態です。こんな感じで、あの例のね替えのフェイスパーツもついていますね。まあ大きさ的には一般的なフィギュアと変わらないですね。あのシノンは他の2人と違ってコンパクトです。まあ髪の毛のボリュームでしょうね。ではこれも開けていきます。はい、でおなじみのビニール越しではありますが、可愛いおパンツが見えておりますと。で相変わらずこの通りねビニールにしっかりと梱包されてますね。じゃあちょっとこのビニールもね取っていきましょう。あーこのお尻は可愛いっすね。多分ねこれなら大丈夫じゃないかな。だからこれチラッとやっちゃうとね怒られると思うんで、まあこれぐらいなら大丈夫だとは思うんですけど、うん、僕ねそうなんですよ、デコマスを見た時にこれのね、その時はこうやってまあ触れなかったんですけど、でもこう座って座った状態のこのお尻がですね、このシノのお尻がもうめちゃくちゃ可愛く見えたんですよね。ここがねいいなと思って、で僕この3体の中ではこのシノンが一番いいなと思ったんですよね。いやーやっぱこの光沢感があってね、このパンツのこれがなかなかね生々しいんですよ。でお顔がどうすかね。とにかくアスナとリーファの顔がすごく良くて、確か両方ともね、看護師を顔にしたと思うんですけれども、でもなんだろう、まあ、似てる似てないというよりも、シノンの、こういうちょっとこう、困り顔というか、悩ましげの顔って、あんまりないですよね。うん。まあ、そこら辺でなんか珍しい感じもするかな。で、お胸が可愛いと。まあ、他の二人と比べると、ちょっと小ぶりですよね。まあ、決してね、小さい、ちっぱいなわけではないんですけれども、可愛いお胸になっていると。いやー、でもね、いいんじゃないですかね。で、なんだろう、他の二人に比べると、ちょっと恥ずかしそうにしている、まあ、腕を抱えてね。まあ、だからそこら辺がちょっとこう、特徴的ですかね。ではね、細かいところも見ていきましょう。まず頭の上には他の2人にはなかったのに、なぜかシノンには花飾りがついています。これはバラですかね。白と青のバラです。髪の毛はそのバラの色を混ぜたような薄いブルー。GGO のアバターがグリーンの衣装だから、髪の毛もね、グリーンってこう思っちゃう節もあるんですが、実際はね、ブルーなんですよね。で、ショートヘアなので、この襟足のね、造形がいい感じです。ここね、めっちゃ好き。ここら辺ちょっとね、色も濃くなってるんですよね。で、お顔。このシリーズはね、みんな共通して顔がいいんですけれども、ただ、このシノンだけは、なぜか困り顔。アスナとリーファは笑顔だったんですけれども、シノンはね、ちょっとこう、恥ずかしそうにしてるっていう感じが出てますね。だがね、それが可愛いと、なんかちょっとこう、いじめたくなるような表情です。
そしてネグリジェなんですが、まずその上の白い肌、僕ね、この細い肩、こう腕を組んでちょっと肩がね上がってるんですよ。僕この仕草が可愛くてね、好きですね。背中の方から見てもこのちょっとね肩が上がっているのが可愛く見えるんですよ。でそのネグリジェもですね、この通りスケスケのクリアパーツを使ってます。まあ塗装はしているのでスケ感はありますが、まあそんなにねはっきり透けているわけではないです。ですがこの腕や胸元のフリルの造形とかがね、これも可愛いと、全体的にシワが入ってて、で凝った造形になってます。でこの胸の白いところは強いパール塗装になってます。あの造形もねそうなんですけど、柔らかい質感に見えますよね。うん、なんかね可愛いんですよ。で公式のサイトに GGO 衣装をイメージさせるネグリジェって書いてあるんですけど、最初どこがと思ったんですが、これ丈が短くておパンティがあのホットパンツ風になっているっていう、まあそういうことですかね。多分そうなんでしょうね。僕あの日記が始まる前の PV が CM でガンガン流れていたじゃないですか。あれ好きなんですよ。後ろからシノンのケツを舐めていくやつ、あの CM がね今でも記憶に残ってますね。でこのパンツはご覧の通りで、あのパンツにねフリルがついてます。もうこれネグリジェじゃねえじゃんって、あの普通にね下着じゃねえかと。まあだからねそりゃ恥ずかしがるわけですよね。で足にはニースを履いています。なんかねこれはリアルでも、あの美脚効果のために実際にね履いて寝る人もいるとかいないとか。でここの造形は白とブルーのストライプ、ちょっと子供っぽい感じですかね。ですがこのガーターベルタみたいなものがついてて、これでねちょっとセクシーな印象になってます。でちょっとねお見せできないんですが、こうやってちょっと持ち上げて下を覗くと一筋のラインが入ってます。これ入ってるのは多分ねこのシノンだけですよね。ごちそうさまでした。そして例の3体購入特典のお休み顔パーツに変えてみました。どうですかね。あのですね、あのアスナとリーファはお休み顔というよりはキスおねだり顔に見えたんですけど、このシノンは本当にね寝ているっぽい。まあキスをおねだりしているようにも見えますけど、ただ可愛いのにはね変わりないです。いやーなんか本当にねこのネグリジェシリーズみんないいですよね。最初はあの他のシブスクさんのクリスタルドレスとか、あと天使のやつとかに比べるとインパクトが薄いかなと思ったんですけど、またこれはこれでね違った角度のインパクトがありましたよね。うん、まあ可愛さではこれダントツですよ。本当にねセンスが素晴らしいと思いました。そして今回の缶推しですが、やっぱりねお尻です。今回は特に男性の皆さんはこの可愛いシノンのお尻に釘付けになったのではないでしょうか。まあお尻というかパンツなんですけれども、やはりねシノンはお尻キャラだったということですよね。うん、本当にお腹いっぱいでございました。はい、ということで SAO のネグリジェ3体本当にね素晴らしかったです。最高でございました。で実はですね、前にも話したんですが、この3体は実はねオルタの方で配信しようかなと、まあ思っていたんですよ。ただね SAO ファンから怒られそうな気もしたのでちょっとねやめました。まあ、あんまりね SAO は下品にやっちゃいけないのかなと、サイカノとは違うかなと思ったので、今回はこちらで配信いたしました。ということでね、またちょっとねオルタの方がお休みになっているんですが、何かまたね新しいフィギュアを探してみようかと思ってます。ではでは。